はい、8月11日にデビューいたしました。え、この間ですか？はい、そうです。私の誕生日の次の日です。あ、そうです。おめでとうございます。キムキですね。ムッキムキ。すごい。イーストン選手、全然私たちの方見てくれない。今おいくつですか？今、19歳です。はい、そう、今年で20歳になります。感謝したプロレスラーさんを目の前にしてどう？なんかやっぱり威圧感がすごいですよね。もうすごい、もうギュッてしたらギュッてして、ほんと折れちゃいそう、すぐ、え、好きな食べ物。好きな食べ物、そうですね、まあお肉だったら牛タンが。あら、かわいい。今日、はい、1試合目に出場されるんですけど、ちょっとお伺いしたんですけど、指定対決っていうのも。そうですね。で、なんか一緒に住まれてたんですか？はい、そうです、寮生活、今も寮生活で一緒に、はい、自分の1個上の先輩で、もう今までずっと身近にいろんなことを教えていただいたので、うん、まあ、その、まあ、教えていただいた感謝の気持ちも込めて今日戦っていきたいと思います。すごい、なんかそれを込みで見たらまた ね、感動しますね。でもそこはやっぱ遠慮せず、それはもうそうですね、もうボコボコにしていきたい。全力で、はい。なんかかっこいい、かっこいい。だって私、サッシーと戦ってって言われたらもうボコボコできないです。確かに、やっぱりもう、はっ、そこも関係ないんですね。もう関係ないです、そこは。応援してます。楽しみね、楽しみ。あの、余裕があったらうちらに来てくれます。そういうことないです。さすがにないです。チャンネル登録、お願いします。行ってこればって、よろしくお願いします。あ、来られました。めっちゃ野崎選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この間の大会でチャンピオンになられたということですよね。はい、そうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。かっこいい。どうでしたか、チャンピオンになられて。そうですね、まあでももうすぐキャリア6年目なんですけど、はい、うん、この心で一回ベルト巻いておきたいなって気持ちあったんで、まあベルト取れてよかったなって。すごい。このウエストのサイズに合うベルトってあるんですか？いや、もうそれはもうもちろんレスラーすごい、合わせないでよ。すごい大きいやつですね。すごい。先ほど一寸選手にインタビューさせていただいたんですけど、はい、指定対決ということで、うん、師匠として。まあ師匠かどうかわかんないです、まあ先輩ということで、はい、どうですかね。まあ、一番近くで見て彼が頑張ってる姿を見てきたんで、うん、その後輩がデビューして、うん、実際に一緒に戦えるっていうのはこう感慨深いものはあるんですね。めっちゃ素敵、ね、素敵。でも手加減しないで頑張りますとおっしゃってました。あ、違うですか。はい、ボコボコにしてやるよ。あんた先輩ボコボコにしてるよって言ってました、さっき。いや、でもそれくらいあったがいいんじゃないですか。まあ彼はデビュー2戦目で、僕は今チャンピオンでって、ね、だいぶ差がありますけど、うん、それぐらい意気込みがあった方がいいと思うんで。うん、はい、あの眉毛の反り込みは何年目ぐらいですか？どうですかね、3年ぐらい経つのかな。すごい、ずっともうそのビジュアルで。じゃあほぼ変わらないと思います。でもなんかこうやって喋るとやっぱ皆さん優しいですね。なんか怖いって思ってたけど、うん、皆さん優しくて喋りやすい。安心しますね。やっぱりステージに立つとまた変わりますから、リングに立つと。そうですね、僕はもう違う自分だと思ってやってるんで。楽しみ。そこにも注目して試合を見させていただいて、はいはいはい、すいません、試合までも、はい、ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。お父さん、お願いします。よろしくお願いします。お父さんです。よろしくお願いします。めちゃくちゃ腰が痛い。こっからびっくりする。俺も阿蘇さんだぐらいの気持ちで来るんだけど。昔から拝見しております。いや、だからやめて、そういうの。温泉劇場の頃から拝見しております。超マニアック。阿蘇さん、あれですよね、はい、あの。プロフィール的なことも聞いていいですか？そうそうそう。阿蘇さんだから熊本ですよね。熊本です。ですよね。熊本の方が八代出身ですね。阿蘇じゃないんですね。阿蘇じゃないんですよ、はい。まあ、熊本といえば阿蘇さんなんで、はい、やっぱりメジャーな名前を付けさせていただきました。そうなんですね、はい。身長は？身長は1592メートル、標高1592メートルですね。そうは見えないな。今日ちょっとちっちゃめで。超ちっちゃいですね。コンパクトバージョンで来てるんですか？はい、そうです。体重とかは？体重はですね、一応計測不能なんだけど、朝測ったら116キロでした。計測できてるじゃないですか、ちゃんと。できました。
できてましたね、はい、阿蘇さんなのにちゃんと谷田の体重計でじゃあすごいなんか健康にも気使ってますね。使ってますよ。もう谷田ですか。谷田ですよ。だって好きな食べ物とかだって肉肉肉って言いそうですけど、ね、いや肉好きなんですけどね、はあ、やっぱ何でも食べます。一番好きなのがおごってもらった飯ですね特に焼肉。いやそうですよ。今晩あたりも美味しいご飯が食べられそう。期待してますね。ねえ、どこぞの社長におごってもらえそうですよ。ねえ一番でございますもうや芸人やん姿勢がで僕はあのプロレスの初心者なんですよ。あんまり見たことがないんですけど、こういうところに気をつけた方がいいよとかそういうことありますか。もうプロレスはですね、はい、やっぱりまあ戦いですので、はい、戦いを楽しむのもありですし、はい、選手の体を見ておおと思ったり、はい、ちっちゃい選手大きい選手いろいろいますから。そうですね。あと打撃、はい、音が生音がしますんで。あ相当すごいみたいですね。相当すごいです。へえ。レスラーだからって痛くないわけないですから。そりゃそうですよね。みんな痩せ我慢してますねそうですよね。そういう耐えるところも見てほしいですね。はい。もちろん華麗な技をする選手もいますんで、はい、飛んだりですね、はい、そういうところも見てもう心を解放して、はい、素直に受け入れていただけるとですね。わかりました。じゃあ浅野さんの場合は俺のどういうところを見てくれっていうのを、はい、アピールポイント。私はですね、はい、やっぱり体を生かした技、はい、迫力のある技をありますんで、はいはい、そういったところを見ていただければ大丈夫です。わかりました。今日も頑張ってください。勝ってくださいね、はい、頑張りますよ。じゃあ、はい、じゃあ意気込みをちょっとカメラ目線にいただいてもよろしいですか。コス大会阿蘇さんが絶対勝つからよく見とけよ。わかったな。急に強気になってた。どうもよろしくお願いします。本当にありがとうございます。むっちゃすごい人です。レジェンドです。レジェンドです。まあ芸人だったらもうあれさ、もうさんまさんとかです。はい、そういうレベルですよ。ストッパー下しなきゃ。さんまさん、タモリさん。いいんですか、入って。はい。はい、どうぞどうぞ。あ、すいません、失礼します。失礼します。失礼します。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。コンバットと言います。すいません、よろしくお願いします。お願いします。もう隣にですね、プロレス界のレジェンドの方がいらっしゃいます。はい、この方です。藤波辰爾さんです。藤波辰爾出身なんですよね。九州大分ですから。ですよね。今失礼ですけど、おいくつになられたんですか。いくつですか。もういくつだろう。自分で忘れそうになる。ですね。もう長くやってます。68ぐらいね。ピンポンです。ね。はい、見えない。はい、すごい。それで、はい、まだ現役ですもんね。そうです。すごい。すごい。信じられない。武藤さんはもうね、引退を発表されましたけど。僕はね、引退っていうね、はい、あの言葉知らないんですよ。怖すぎる。今でもまだドラゴンスクリューとか、はい、そうですね、自分で今ね技を選んでますね。やってますか。はもうプロレスラーになってどのぐらいになるんですか。もう50年過ぎましたね。50年、もう皆さんがいない、これでもない、そのきっかけっていうのは何だったんですか。もう僕はね、はい、皆さんでしょ、もうプロレスが大好きで、はい、あの猪木さんの大ファンでね、はい、当時馬場さん、猪木さんね、はい、両巨頭の僕は、まあ、どっちかというと猪木さんの問題なんでね、はい、猪木さんの付き人をしながらね、はい、カバン持ちからスタートです。あのまあそんな一言ではなかなか言えないと思いますけど、はい、やっぱり猪木さんってどんな方なんですか。もう皆さんが多分、まあ、どういうイメージ持たれるかわからないけど、はい、まあ、あのままですね、まあ、ただね、ものすごいやっぱりこうプロレスに関してはすごい厳しい方ですからね。はい、ですよ。メキシコにも渡ってますよね。もうドイツ、ヨーロッパからね。ですね。ヨーロッパからアメリカ、それからメキシコ。はい、で、最後ヨーロッパに、うん、マジソンスケアガーデンで、ヨーロッパ取って日本に帰ってきた。帰ってきて、それがあのゴールデンタイムに放送してた頃につながるわけですよね。1978
98年、そう、遠い遠い昔、僕はもうずっと見てたんですよ、ゴールデンタイムで長州さんとの一戦ですよ、いつもメインが、はい、本当になんかもう僕は子供なんで、はい、見てて本当に2人は仲悪いんかなって、はい、本当に悪かったんですか、本当に悪かったんですか、今はね、あんまりこう気が見合うことないけど、はい、今でもたまに会うとやっぱり会話があんまりないね、かわいい、本当ですか、そう、昔のスラップした、だから本当に何年もね、はい、本当にあの前世紀はね、くじ切れなかったね、本当に本当に僕本気と思ってなかったんです、だから、ね、だから皆さんと今の選手とは多分思いが多分違うだろうね、もうそれぐらい僕らも極力合わないようにする、もうまあ自然にそうなっちゃうんだけどね、もうリング上代もお互いにこう嫌味合っちゃうから、じゃあ長州さんとご飯行ってとかそういうことはないね、まずない、まずない、そうな、最近もないな、今は割とあったら普通にこうだっけ、やっぱりでもね、やっぱどっかにこう気持ちが通じる部分があってね、あれだけ嫌味あっただけに、なんかお互いにプロレスに関することに関してはすごく共通する部分がある、あ、そうですか、そういうことね、へえ、うん、質問していい、いや、何でもいい、何でも優しいけん、何でも答えてくれる、じゃあカラオケのお箱はなんですか、カラオケのお箱マッチョドラゴンですよ、そう、カラオケ行ったらね、マッチョドラゴン、私も大好き、ね、大好きなんです、僕らラジオやってるんですけど、はい、マッチョドラゴン2回流します、最近なんかいろんなところでね、はい、マッチョドラゴン取り上げられてるんでねちょっとブームを起こしたいいじられてますね、はい、ちょっと、はい、いじってる部分もあるよね、ちょっとリスナーがいじってますよ、誰か完全にピーちゃんからあります、え、はい、一番好きな食べ物食べ物なんか僕はね、はい、食べれるもの、全て食べれるもので、ね、そうです、嫌いなもんね、素晴らしい、何でも好きっていうことですね、何でも食べる、趣味とかなんかないですか、これ趣味はお城、え、日本のお城、お城なんですか、すごいおしゃれな趣味、まあ、最近女性の方もね、うん、あのお城で、ね、確かに多いですよ、うん、多いですよ、あ、そうですか、じゃあちょっと今日もね、ちょっと試合の意気込みを、はい、そう、だからこのトスに来てね、はい、トス何年ぶりだろう、何十年ぶりだろう、先ほどあの入り口でね、一人ファンがいてね、藤原さん、このトスって前昔来ましたよねとかね、知ってる子もいてね、はい、でも懐かしいね、はぁ、このところずっとほら、やっぱ球児来ても大体もう博多とかね、うん、そういう、もう本当にこう、限られたと、こちらも試合しないけど、はい、私は本当に筒裏裏まで試合したんでね、はい、久しぶりに懐かしいですよ、だから今日はトスのファンの皆さんにね、いくついろんな、まあ、僕の技が出す、見せられるかと思うね、うん、頑張ってください、頑張ります、頑張ってください、はい、楽しみにしてます、頑張ります、めちゃくちゃ優しい、この方は死ぬまでやるね、現役そう、だって引退しないですね、だって人生に引退はないんだから、うん、あ、そうですか、僕はもう、とりあえず最後まで、うん、天竜さんって会話続きますか、成り立ちますか、あのね、はい、皆さんがそういうね、はい、ちょっと天竜と長州があったらね、はい、絶対話は多分お互い分かってないんじゃないかなと思って、あのね、それはそれでちゃんと皆さん理解してる本当ですか、だって天竜さん僕なんか割とね、おい、サミルだったら一番分かります、でしょ、はい、長州さんと天竜さんだから本当分かんないですもんね、天竜はね、分かんないかしないね、はい、今ちょっと天竜さんっぽかったですね、今ちょっと天竜さんっぽかったですね、どうも頑張ってください、ありがとうございました、ありがとうございます、Thank you.
はい、はいはいはい、はい、3秒間僕は抑え込まれますので、皆さんは応援してください。バッテン頑張れという気持ちで拍手をめちゃくちゃください。はい、じゃあ皆さん応援してください。お願いします。いきます。はいはい、はい、はい、じゃあもっと走れ。作りましたか。そんな空気。はい、バッテン。お願いします。ほら。この音楽なんですよ。